マルタことマルタビエーラダシューバは、ブラジルアラゴアス州、ドイスリアショス出身の女子サッカー選手。ポジションはフォワード。ナショナルウーマンズサッカーリーグのオーランドプライド所属。2006年度より5年連続で、フィファ最優秀選手賞を獲得している。ブラジル代表においては、2004年度のフィファユーマイナス19、女子選手権で、ゴールデンボールを獲得したことに始まり、2007、 フィファ女子、ワールドカップでは、ゴールデンボールとゴールデンブーツの2冠、アテネ、北京のオリンピックに大会で、銀メダルを獲得した。アラゴアス州、ドイスリアショスに4人兄弟の一人として生まれ育ち、1999年に、州内のクラブ CSA の女子チームに入団。14歳の時、指導者のエレナ・パシェコによって見出され、CR バスコダガマの女子チームに入団した。 同クラブで2年間プレーしたが、2001から2年度、終了後、同クラブがプロクラブだった女子チームを廃止したため退団することとなった。2002年度は、同年度だけ存在したミナス・ジェライスというクラブでプレーし、翌年サンタクルス FC に移籍した。2004年、マルタは、スウェーデン・ダームアルス・スベンスカンに属する強豪クラブ、梅を i k に入団。 彼女が入団当時、梅 OIK は UEFA 女子カップ2003から04に参戦中であり、決勝戦で1回回 C フランクフルトと対戦することになっていた。彼女は計2試合行われた決勝戦の両方に出場し、合計3得点を挙げて優勝に貢献した。2004年度リーグでは梅 OIK はユールゴルデンアルブシェを勝ち点差1で追いかけている。 状態だった。梅 OIK は、クラブ全体で106得点を挙げ、うち彼女は22得点を挙げたが、勝ち点差1のままユールゴルデンが優勝した。女子スウェーデンカップでは、大会得点王となったが、決勝戦でユールゴルデン相手に1から2で敗れた。マルタにとって2年目となる2005年度シーズンは、シーズンを通して、無敗でのリーグ優勝という結果を持って終わった。彼女は、 合計21得点を挙げて優勝に貢献した。優勝争いのライバルであったユールゴルデンにリーグでは7から0というスコアで圧勝もした。しかしスウェーデンカップの決勝戦では逆に1から3のスコアで敗北しユールゴルデンのカップに連覇を目の前で見ることになった。2006年度シーズン。梅尾愛 k は前年度同様リーグ戦無敗優勝を遂げ、マルタも 昨年同様合計21得点を挙げた。UEFA 女子カップでは、準決勝でノルウェーのコルボトンイルと対戦し、2試合で11得点の成績で決勝戦へと進出したが、マルタは第1戦、第2戦の双方で得点を挙げた。しかしこの好調ぶりは3回連続で起こることはなかった。 女子スウェーデンカップの準決勝で、臨時セーピング FC に2から3のスコアで負け、梅 OIK は準決勝で敗退した。2007年4月、梅 OIK は UEFA 女子カップ決勝戦で、アーセナル LFC と対戦し、0から1のスコアで敗北して、準優勝の成績で大会を終えた。しかしマルタは梅 OIK においては好成績を上げ続けていた。 この年の女子スウェーデンカップでは、アイク戦でハットトリックを上げ、4から3で勝利した。3点目は、試合終了の3分前に決め、決勝点となった。リーグ戦では2位のユールゴルデン・イフダームに9点もの、勝ち点差をつけて優勝した。マルタは、リーグ通算で25得点を挙げ、その年の得点を、ロッタ・シェリンに次いで得点ランキング2位となった。 2008年度の女子スウェーデンカップで梅 OIK は優勝し、マルタは自らの履歴に新たなタイトルを刻んだ。同年度のシーズン終了後、10月に行われた WPS の国際ドラフトで、彼女はロサンゼルスソルから一位指名を受けた。翌2009年1月、FIFA 最優秀選手賞の受賞式の席上、彼女はロサンゼルスソルと3年契約を結んだことを、 発表した。マルタが梅を愛系時代のチームメイトヨハンナ・フリスクの獲得をロサンゼルスソルに要請したことが原因で、スウェーデンのテレビ局 TV4 スポーツのパトリック・エクバルがマルタを厳しく批判する声明を出した。この時エクバルはマルタとフリスクがレズビアンで二人が交際していると言及したが、これはマルタ・フリスクの双方が強く否定した。 2005年、スウェーデンのテレビ局が彼女を取り上げた、ドキュメンタリー番組、マルタ・ペイレス宿身」が、制作、放送した。2009WPS オールスターゲームにて、ロサンゼルス・ソルと契約したマルタは2009年シーズン10得点、3アシストをマークし、WPS 得点王となった。ソルは、プレイオフチャンピオンシップで、スカイブルー FC に敗れたものの、マルタは、 ソルのレギュラーシーズン1位に大きく貢献した。2009年8月1日、マルタはサントス FC へ3ヶ月間ローミー席をする契約にサインした。これはサントスの一員として、その年度のコパド・ブラジル・フェミニーノ・ジ・フッチボーと同年10月に開幕予定の新しい大会、コパ・リベルタ・ドーレス・フェメニーナに出場するためであった。 マルタは、リベルタドーレスの決勝戦で1得点、コパド・ブラジルの決勝戦では2得点を挙げ、双方の大会でのサントス優勝に貢献した。2010年1月、ロサンゼルス・ソルは、経営陣の撤退により活動を休止となった。ソル所属選手を振り分けるドラフトの結果、マルタは、FC ゴールドプライドに引き当てられた。2010年シーズン、 マルタは24試合に出場して19ゴールを記録し、2年連続の WPS 得点王となった。チャンピオンシップでもフィラデルフィアインディペンデンス相手に1ゴールにアシストを記録し、MVP に輝いた。2010年11月に FC ゴールドプライドは解散し、マルタは再びサントス FC と契約した。コパリベルタドーレスフェメニーナトコパドブラジルに出場した。 2011年1月、ゴールドプライドの契約を承継した、ウェスタンニューヨークフラッシュにマルタは入団した。2011年シーズン、マルタは10ゴールを挙げて3年連続の WPS、得点王となり、チームのレギュラーシーズン1位に貢献した。2012年、WPS リーグの解消に伴い、マルタは、ダームアルスベンス間復帰を決断した。2012年2月、マルタは、 ティレイソー FF と2年契約を結んだ。2012年シーズンは24試合に出場して12ゴールを挙げ、チームのリーグ優勝に貢献。2013年シーズンは15試合出場して12ゴール、チームは2位となった。2013から 14UEFA 女子、チャンピオンズリーグでは準決勝までで5ゴール、決勝の VFL ボルフスブルク戦でも2ゴールを挙げた。ものの、敗れて、 準優勝となった。2014年7月 FC ローゼンゴードに移籍した。2014年2015年シーズンのダームアルスベンスカン優勝に貢献した。2017年オーランドプライドに移籍した。マルタは2002年よりブラジル代表に招集されている。代表初ゴールは2003年スダメリカーのフェメニーノペルー戦であった。2003年フィファ女子。 ワールドカップでは3得点を挙げたものの、チームは準々決勝で敗れた。2004年アテネオリンピックでは2得点を挙げ、チームの銀メダル獲得に貢献。同年の U-19 女子世界選手権ではゴールデンボールを受賞した。2007年7月26日、マルタはブラジル代表の一員として2007年度パンアメリカン競技大会に出場した。 決勝戦で U-20 アメリカ代表を破り、ブラジルは約6万8千人もの観客で、いっぱいのエスタジオド・マラカナンで優勝を飾った。彼女はブラジルのファンからペレと比較されるようになり、スカートを履いたペレと呼ばれるようになった。この比較はペレ本人もうな頷くものであった。マルタはこの試合での勝利を祝福しようとペレが自分を呼んだことを明かし、 偉大な選手の一人であるペレが試合を見ていたことを喜ぶ声明を出した。その後マラカナンにはセメント製の彼女の足形が記念に残されることとなった同競技場において女子選手の足形が加えられたのはこれが初めてであった。2007年フィファ女子ワールドカップにもブラジル代表として参加し、一時リーグ三試合べてを勝利して決勝トーナメントへ進んだ。 マルタは初戦のニュージーランド戦、第2戦の中国戦で角2得点ずつを上げた。9月23日の準々決勝ではオーストラリアを3の2で下したが、マルタは23分に PK で1点を上げ、準々決勝時の得点ランキングトップだったノルウェーのラグンヒルグルブラン戦に並んだ。準決勝のアメリカ戦では27分と79分に得点し、4から0で勝利して、 決勝戦に進んだ。ドイツとの決勝戦ではブラジルは一得点もできない。まま敗れて、準優勝となり、マルタの大会通算得点数も7点で止まったが、3位、決定戦に臨んだグルブラン戦とアメリカのアビーワンバックが、得点は重ねたものの通算6得点にとどまり、マルタは単独の大会得点王となり、ゴールデンボールとゴールデンブーツの2個人賞を受賞した。 2008年の北京オリンピックでも3得点し、2大会連続の銀メダルを獲得した。2011年 FIFA フフ女子ワールドカップでは一時リーグノルウェー戦で2得点、準々決勝アメリカ戦で2得点の計4得点を挙げ、シルバーブーツを受賞した。これにより、マルタのワールドカップ通算得点は、ビルギット・プリンツと並ぶ最多タイの14得点となった。 2012年のロンドンオリンピックでは一時、リーグカメルーン戦で PK 含む2得点を挙げたが、準々決勝で日本に敗れ、3大会連続のメダル獲得はならなかった。梅尾愛系ロサンゼルスソルサントス FCFC FC、ゴールドプライドウェスタン、ニューヨークフラッシュティーレソー FF サッカーブラジル女子、代表、ありがとうございます。